しました。はい、今開けます。はい、お願いします。罪とバスとは何なのか、黒いローブに包まれた。あの男は裁判官、判決下りぶち込まれた。人の手により作られたこのルールとパラレルワールド、肝だらけで政治がない。俺は本当に悪なのか。仲間ずらした嘘つきや仲間ずらした詐欺師とか、常習セット金に目くらん、イヤホン見てきたマダファッカー。下見てもキリねえが、俺まだマシだって思ってた。最低限の愛と優しさすら眼中にもねえ。ここじゃ愛想つかしたベイビー、手のひら返せばないみ。漫画や映画の話じゃねえ、留置で書いた離婚届け。目と目合わせうなずいて、あれが最後の若い目。口裂けても儚い弱ねえ、受け入れるだけ。ロープ縛られマイクロバスで力続きの塔で、地元に消えれ。あの面この面思い浮かべて、俺は腐らない、この目は死んでない。また終わりの始まり、ただそれだけの話。足跡たどれば俺結局犯罪者、まあ散々やらかした。もう後の祭りさ、マジ言えねえことばっか、いや言う必要もねえや。いつからこうなった、思い出すことも面倒だ。夢なのにただの夢だったのに、夢なのに綺麗な夢だったのに、それが怒り痛み悲しみ。誰もいない部屋は鉄格子。